診断コンテンツを毎日やってもらう。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、バンドリ診断です。パチンコバンドリに登場する7バンドからおすすめのバンドを診断。診断結果をポストで応募完了というキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい。バンドリがパチンコ化されることを記念して、パチンコバンドリに登場する7つのグループの紹介を兼ねて診断コンテンツを提供しています。バンドリっていうのはバンドをやってる女の子を応援していくようなゲームなんですけど、まあ、この中でいくつか質問に答えていくとおすすめのバンドを診断し、診断結果を X にポストすることで応募完了となる非常にシンプルなものです。ちょっとさっとやっていきますかね。診断する。かっこいいでかわいいが好き。かっこいい方がいいかな。何よりも楽しいが一番。バンドはギター、ベース、ドラム以外も好き。 DJ もいいみたいな感じで、ハロー、ハッピーワールドみたいな結果が出てくると。で、こちら診断結果をポストすると応募完了となります。毎日診断することで当選確率アップというところが他と違うところでしょう。まあ普通あまりね、診断コンテンツを毎日やるっていうのはあんま見られないので、なかなか見ない企画かなと思います。で、ただまあこれですね、このスキームだったら X のカスタムストーリーという X 内 LP を使った形だと、もうちょっと費用とかも抑えられそうだし、ユーザーも動線がシンプルになるので迷わなそうだなと思いました。 X 内 LP を活用して診断コンテンツやクイズコンテンツを行っていく方式で、こちら弊社が今、支援しているやつなんですけど、コミックシーモアからの挑戦状、馬騎道1巻目、駆け抜ける馬騎に来たのは何、これをポチッと押すと、まあ、こんなページに飛ぶわけですね。で、これって、まあ、LP に飛んでるんですけど、Twitter 内ブラウザーでの LP なんで、あんまりこう Twitter から出てない、X から出てないように見えるということです。これはもうクイズものなので、じゃああくび、これ正解みたいなので、これがシェアできるっていうような内容になっていて、もちろん間違えたら間違えたでできるというようになっています。なので、LP がシンプルな方が X の外に行ってないように見せられるということで、まあ、LP の作成費っていうのが抑えられて、ユーザー的にも X のアプリ1本で最後までいけるっていうのでおすすめです。もちろんキャラクターをもっと見せるために LP をちゃんと作り込んで診断コンテンツを置くというのも大正解なので、価格を抑えたいなのであれば X 内 LP で提案するっていうのもいいと思います。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また、面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在、無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。